九方の断面図18世紀フランスのモノ九方とは、下宝の一種で、極者法の一つである。英語では、モルタル。この語の本来の意味は、薄や乳鉢だが、短くて、肉厚な方針が薄に似ていることからモルタルと呼ばれるようになった。このため日本語では、九法と呼ばれる。中世から近代にかけ、工場法として、上核や要塞攻撃に対応された。 低初速なため創薬の爆発圧力が低く、城壁やコンクリート壁を破壊するための大重量の砲弾を、夜金額が未熟な時代の低強度の方針で発射できた。弾道が高く命中精度は低いが、目標が要塞であれば問題ではない。砲弾は中世には石くれや単なる金属球が使用されたが、近代は榴弾やコンクリート貫通弾が用いられた。 旧砲と迫撃法は英語で共にモルタルと呼び区別されない。現在では旧砲は使用されないため、現在では火法の種別としてモルタルといった場合には通常は迫撃法を指す。一般に砲身長が20口径以下で45度程度の角度で弾丸を発射するものを旧砲と定義する。資料が多いが、この定義では中世の火法はすべて旧砲になる。 ナポレオン戦争の頃までは、方針長は5後継以下が普通で、長方針の下砲は20世紀になって登場したもので、ある。日露戦争で使われた28センチメートル砲など、大口径榴弾砲が旧砲と表記されることも多く、榴弾砲と旧砲の境界線は曖昧である。一般的には、不評価管轄のものを迫撃砲として扱うが、旧日本軍では迫撃砲も、 公平管轄だったので、不評価管轄は、局者不評法と呼び、旧法、迫撃法、局者不評法の3種類に分類されていた。戦前のドイツ軍では、旧法と迫撃法は、明確に区別していて、旧法は、モーサーと呼ぶのに対し、迫撃法は法とは見なされず、グロナトワーファーと呼ばれていた。西洋派歴史団の社員司法次長は3.3ンもあり、 2 6 0ラムの砲弾を射出できる。ロードス島の攻防線で城壁の内側から防御用に用いられた。砲身中央部の突起が15世紀半ばに発明された砲耳で、これを視点にして容易に砲の不行を取ることが可能になった。1639年にハンス・ボルフ・マング・ブラウンが平戸で作成した旧砲のレプリカ初期の旧砲は14世紀。 後半に出現し、石弾を発射して、敵の城郭を攻撃した射員砲である。この当時の旧砲は、投石器の一種であった。16世紀になると、同化戦式次元進化を利用した榴弾が使用されるようになった。この頃までの旧砲は大型で迅速な移動を考慮したものではなかった。日本においても、島原の乱で榴弾の必要性を認識した幕府が、オランダ商に、 旧法の製造を依頼しており、1639年に、イモノシ、ハンス・ボルフガング・ブラウンがこれを製造、アザブの社長で試射を行っている。1649年には東インド会社の砲術士官ユリアンス・ヘーデルが来日し、翌年40ポンド旧法の砲撃演習を披露し、これを、宝城市長が、工場オランダユリアス・スム・ソーデンにまとめている。 米国の1841年生、クーホルン9法1669年に、オーストリア軍のホルスト少佐が小型化した野戦級砲を発明した。この級砲は、重量が軽く不評を数人で持ち運べるもので、ヨーロッパ各国でもてはやされた。オランダ陸軍のメンルフォンクーホルンが1673年の包囲戦で使用した小型級砲は、 重さ 82kg ほどでクーホルン9法と呼ばれ、南北戦争の頃まで使用されていた。行革は45度に固定されており、火薬の量で何段階かに射程を調節する方式だった。また、9法は艦砲としても用いられた。木造小型帆船に少数の9法を乗せた艦は、ボムケッチと呼ばれ、対地砲撃に用いられた。 後に砲艦が出現すると姿を消したが、第二次世界大戦では、モニター艦として復活している。制度性で、高射角で短方針のため、攻撃精度は良くなく、射程も短かったが、当時としては、最も大口径の弾丸を発射でき、軽量で、機動性が高かった。この頃は、小銃の射程が短かったこともあり、射程の短さは、他の火器と比較して、 致命的な問題にはなっていなかった。また、遮蔽物の後ろにいる敵を攻撃したり、砲自身が遮蔽物の後ろに隠れて砲撃することもできた。この頃までの旧砲は全て一体形成の鋳物でできていた。そのため、金属を溶かして型に流し込む技術があれば製造可能であり、高度な金属掘削技術とそれを実現する工作機械、 金属生成などの高度な夜勤技術がなくても製造することができる兵器だった。そのため、可能砲が実戦配備された後も高性能法の不足を補う低性能法という位置づけで生産され続けた。現代の迫撃砲の祖先とも言えそうな小型の9法も多数が製造され実戦で使用された。 ただの金属や石の塊では不評に対して効果がなかったが、ナポレオン戦争の時代になると榴弾が実用化されたことで、旧砲は対人兵器としての威力を持つようになった。重量物の輸送を馬での牽引に頼っていた時代では、下砲の重量は馬による制限を受け、馬が長距離を、牽引可能な重量は馬の体重と同じぐらいまでであった。そのため、 1.5トンにもなる12インチグリボーバル、9法の牽引には少なくとも、ペルシュロンなどの重馬ですら2頭引き以上を必要とし、通常の馬であれば4頭から6頭引きが必要だった。マレット9法合計36インチイギリスでは、クリミア戦争のセバストポリ包囲戦で、セバストポリ要塞を攻略するために、マレット9法が製造された。この9法は、 当時世界最大のもので、方針は複数の部品に分割可能な構造をしており、40トンを超える重量でありながら、分解輸送が可能だった。マレット9法が完成したのは1857年で、戦争に間に合わず、実戦投入はされなかった。アメリカの南北戦争では、各種の9法が使用された。その中で、13インチ9法を無害貨車に乗せて、 鉄道による移動を可能にしたものは列車法の始祖とされている。幕末の日本にはオランダ製の12ドイム9法と20ドイム9法が持ち込まれ、翻訳してモルチールとも称され、このコピーが日本初の反射炉を持つ佐賀藩で初めての国産近代化砲が製造された。母親戦争では鶴ヶ城攻略で使用されたと言われている。大山岩尾が十二ドイム9法をもとに 日本初の国産火砲である、安家砲を作った。明治時代になると、明治政府に引き継がれ、日本陸軍の装備となった。ドイム球砲は、明治23年には、正式装備から外され、武器庫にしまわれていたが、日露戦争で12ドイム球砲の榴弾が12センチ迫撃砲の砲弾として、再利用されたという。日露戦争の28センチメートル砲。 明治時代の日本など夜勤技術が未熟な国では、上質な鋼鉄を必要とするカノン砲を製造することができず、カノン砲が国産化した後でも材料は輸入に頼っていたため、質の低い鉄でも製造可能な旧砲を大量に製造していた。28センチメートル砲は、日露戦争で威力を発揮して、靖国神社に長く展示されていたことから、 戦前の日本では最も親しみのある火砲であった。このほか9トル急砲と1 5トル急砲も戦闘に参加している。初期の急砲は方向装填式だったが、20世紀に入ってからは構造が近代化され、褒美装填式が主流になった。第一次世界大戦でも急砲は工場砲として使用されている。この頃になると、急砲の役目は、 要塞の分厚い鉄筋コンクリートを打ち抜く重榴弾発射のための大型火砲となり重工長大化が進み生産数は少なくなった。数十トンにもなる重火砲が運用可能になった背景には砲兵トラクターの発達があった。20トンを超える重量ものは馬で牽引するには限界があり機械による動力なしでは輸送できなかった。同時期の残酷戦では 手榴弾を遠くへ飛ばすためにライフルグルネードや迫撃砲が使用されるようになり、モルタルと呼ばれる火砲は、要塞用銃砲と不評用警砲へとに、極化していった。時代が下り、薬金技術が発展すると、射程が長く、軽量な榴弾砲やカノン砲が登場し、旧砲は、時代遅れ気味となってきた。しかし、堅道な目標を破壊する、不評支援目的の自走砲や、 要塞攻撃で使用する超大重量砲弾を発射するための特殊火砲として製造され、実戦で使用されたものもある。近代的な球砲はほ尾装填式で、砲身の製造方法もカノン砲と同じになり、榴弾砲との区別は曖昧になった。ドイツ軍で球砲の名称が与えられていた最後の、火砲である 21cm ミセス18も、超砲身化して実態は、 榴弾砲になっている。しかし、これでも射程が不足しており、敵の下方に捕捉される事態が頻発した。自走急砲急砲の歴史の末期には、射程の不足や低い機動力などの欠点を、自走砲化することで補おうとする試みが見られた。当時の最も有名な自走急砲に、マジノ線を破壊する目的で作られた60センチメートル、自走急砲カールがある。また、 スターリングラードの戦いの戦訓から、紫外線で、敵拠点のビルを大口径の砲弾の一撃で、破壊する支援車両が要求され、ドイツ軍は、砲合戦車の車体に大口径の15センチメートル不標砲を、搭載した、突撃戦車ブルムベアを、開発、運用した。後に自走急砲はさらに大型化し、対戦末期には38センチメートルロケット急砲を、搭載した。 シュトルム・ティーガーに発展する。イギリス軍も同様の用途にチャーチル不評戦車に9砲を搭載したアバー公平戦車を運用した。米軍も同様の目的で m 8 7 5ト、mm、ル自走榴弾砲を使用した。第二次世界大戦後は砲の長射低下や航空攻撃の発達によって9砲は価値を失い使用されることはなくなった。 榴弾砲とカノン砲の境界線も第二次世界大戦以降は曖昧になっている。第二次世界大戦後は旧砲と呼べる砲が存在しないこともあって、モーサーイコール迫撃砲、クローナトワーファーイコールグレネードランチャーに意味が変わっている。ありがとうございます。